古いのとこう、うん、新しいのこう混在する場合にもこのBコールボタンを押してください。メルセデスベンツツーリングサポートでございます。これなら確かに安心ですね。24時間緊急通報サービスでは万が一事故が起きて運転者が反応しなかった場合でも自動でコールセンターにつながります。すぐにサポートしてくれるので1分1秒を争う事故の際も安心ですね。ではメルセデスミーコネクトがいよいよ始まります。今日はこの機能を少しだけ体験してみましょう。万が一車両が故障してしまった場合にサポートしてくれる安心の機能、それが故障通報サービス B コール。例えば車のタイヤがパンクしてしまった場合にもこの B コールボタンを押してください。
再生ブレーキシステムで最高外のエネルギー回収、超積極を持つ姿ドライビングスイーツを発信しました。最後は最高のミニテクトロールであるスマートビジョン EQ から、このスマートはハンガリーユニキ動車が自動運転というアップデルの映画を多くの地域に留まらない、コネクティビティとシェアモビリティの自然な取り入れられ、近未来の冬の社会を再現しました。街中でシェアされているスマートをスマートフォンに使って記念し、先のフランクフルトモーターショーでワールドプレミアとして発表したメルセデス AMG プロジェクト1が皆様の後方にございます。プロジェクト1はフォーミュラ版で磨き上げられたハイブリッドテクノロジーを採用した車で、世界で初めて F1 のパワートレインを公道に持ち込んだモデルです。F1 マシンに採用されている最高1万1000回転の 1.6 リッター V6 パワーターボユニットハイブリッドハードエンジン、メルセデス AMG の情熱が作り上げたプロジェクト1をどうぞご覧ください。 AMG はこの先も究極のドライビングパフォーマンスを